小説執筆のディテール。デビューした頃、講談社の担当、ケイシは、いろいろなことを教えてくれた。一番印象的だったのは決まりはありませんというものだった。全部作者が自由に決めてくださいと言われた。文章に関する約束事は平均的なものであって、厳守する必要はないという意味だ。時には文法だって無視してよい。漢字を普通とは違う読み方にしてもよい。 自分のルールさえしっかりしていれば問題ないということだった。それが消費説というものかと納得した。やりたい放題なのだ。自由さが作者にとって負担になることも事実である。こういうルールですと決まっている方が楽なのだ。自分で決めるにはその都度自分のなりの理由を考える必要がある。デビューしてしばらくは何を漢字にし、何をかなにするのか。ひらがなカかタカナか、漢字の送り仮名はどうするか。ここの単語に、 の表を作った。膨大になるようになってしまった。無用になりとっくに放棄してしまったが。こういう文体で確保ルールを決めても無理が生じるし、ボロが出る。自然な文章を書く方が良い。僕が考える文体というのは文章表現のことだけではない。文章にとらわれていると文体を見失う。文章のスタイルというものがあるとすれば、文から文へ飛ぶ時の展開だったり、 何についてどこからどう語れるのかという視点であったり、誰の言葉なのか、感情を載せるのか、思考を載せるのか、そういったことがスタイルに関わっている。一人称であれば文体は登場人物のキャラクターに支配される。口調が変わるのに似ている。それを読んで、この作家は文体が変わったと感じる人は文体の意味を取り違えているだろう。文章の装飾的な部分にとらわれすぎだ。 デスマスチョー,ーデアルチョーーが文体なのではない。文章を短く切るか長く続けるかが文体ではない。会議をどうするか、漢字を使うか、ルビーを使うといったものでもない。それも文体の内ではあるが、本質ではない。文にはリズムがある。多くの読者は音読をしていない。僕自身は音読をしないと文章を読めない人間なので、最近この、 病気は治癒しつつあるが、リズムには必然的に思い入れがあるけれど、それだけが文体でもない。小説の文体にはこうあるべきというルールは一切ない。同じ単語や言い回しを繰り返すと幼く見えて下手な文章になりましたが、場合によっては演出効果になる。間違っている文章、誤読される文章も、時には武器になる。読みやすいことが良しとされる場合が多いものの、読み手を苛立たせる文章にも、 出番はある。心をかき乱すことが目的だ。できることは何でも利用しよう。小説家には文章しかないのだから、すべての可能性を試すべきだ。ただ、文章に持ち味がするあるとしたら、佇まいというのか、姿勢というのか、品というようなものかもしれない。選ばれる言葉、触れられる自己、客観と主観のバランス、覗き込む深さといったものにそれは現れるだろう。 残酷なシーンであっても汚い言葉が並んでいても品を維持して書くことはできる。上品であるという意味ではない。下品も個性になり得る。自分の品を大切にしようということだ。文体があるとするなあ文体というものがあるとするなら、感覚的なもので、読み手がここに感じる作家の個性である。そこに描かれている世界ではなく、その世界を見せてく,るしくれるシステムの存在感なのだ。具体的と示せるものではなく、 ほのかに感じることしかできない。作家にしてみれば、これを広く意図的にコントロールすることは難しい。だからこそ気にしても仕方ないという結論になる。<laughs> 文章が甘くなるためには、とにかく書くこと。何度も読み直してシェイプアップすることである。せめて一日、できれば数日置く。料理だったら寝かせるところだが、 要するに書いた本人が忘れるだけのこと忘の、忘れることが重要なのだ。書いた人間でない別になって読み、客観的に文章を捉える。時にわかりにくかったり、意味不明だったりするだろう。誤解を招く表現だったり、矛盾していることをくどかったりすることも発見しやすいくなる。僕自身はもともと作文が嫌いである。国語も落第点だった。 就職して学生の指導をするようになり、人の文章を手直しする立場にいきなり立たされた。もちろん僕が直した文章をさらに上の教授がチェックしてくれる。学術論文や申請書などであるが、いずれも相手に情報を正確に伝達し、説得することが目的だ。そういう環境で初めて文章の書き方を学習した。小学校から大学まででは、 文章の書き方について教えてもらえなかった。作文は書かされたけど、どう直せばいいのか示してもらったことはない。今でこそ受験のために小論文を書く訓練を課すけれど、昔はそんなカルキュラムもなかった。若い世代よりも今の壮年論年の方がはるかに文章が書けない世代と言える。作家としてデビューした後も、 書いた文章を1ヶ月後に手直しして編集部に送っていた。本として出されるのはさらに1年後で、その時またゲラで修正する。手直しといっても、あらすじやシーンや会話が変化したりするようなことはない。せいぜい数文字の増減であり、様子数が変わるような修正はまずない。例えば、歯なのか、がなのか、形容詞の位置、読点の位置、過去形か現在形かといったような修正である。 誤解のない表現を目指して直す。完成した作品を手直ししたいという欲求を持ったことは一度もない。書いてしまったものは出来上がっているわけで、一種の経験として頭の中にある。その経験を文章に落とし表現したものが小説である。それを直すことは経験を修正することだって簡単にできない相談である。自作を読むこともない。 以前に書いた作品を見直したこともない。経験なのだから覚えているし、そのことだけが本質なのだったと信じている。表現されたものは経験の描写で,しか描写であり、装飾でしかない。<laughs> 文体の中に視点が含まれるとも書いた。<laughs> 視点が実、最も重要なポイントだと思う。 作者に付随する一番の個性の発言、小説家のアイデンティティを形成するしたし主たるファクターと言える。具体的に挙げれば、シーンのどこを見るか、どの順番に描くか、誰の目を通して見るか、どの時間にシーンを飛ばすかといった類のことで、一つの文章の句点の次に何を書くのかという選択をする瞬間だ。この一瞬に視点が全てを決める。どう描写するか以前に何を描写するかがある。 作者の目がどこを捉えているかによる。だから視点なのだ。この視点が素早く動けば、スソローモーションのようにじっ時間をゆっくりと進ませる書き方になるし、目をしばらく閉じれば、未来や過去のシーンへ飛ぶことができる。読み手は作者の視点を通して物語を覗き見ることになる。読者が見たいところが描かれているわけではない。読者が見たいと思う方向にカメラが向けば、そうそう。 と満足するし、見たいものを見せてくれず苛立たせる場合もある意図的にテクニックとして用いることもある読んでいて文章が頭に入ってこないというのは作者の視点の動きに読者が慣れていない場合に起こるいくら読んでも合わないという場合もあるこれらは読者の視点の柔軟性に依存している 好みが激しい人よりも、どんなものでも読んで楽しめるという人の方が柔軟性が高い。その方が良いというわけではない。読者から作家に転向するなら、カタカナなの視点を持っている個性の方が有利かもしれない。風景描写の視点と地考描写の視点は、いずれも小説に登場する主人公、視点人物によって影響を受ける。作者の個性だけではない。優れた描き方こそ、<coughs> 登場人物に自分を同化させて物語を描くからだ。それでもやはり登場人物は演技をしている役者であって、作者という監督の指導を受けて動いているので、作者の視点から完全に離れることはない。意識的に反発する描き方はあるが、小説を読むほど作中の視点にとらわれたものの見方になる。影響を受けない人なんていないだろう。好きな作品の雰囲気を真似をとすれば同じような視点になる。 二体役者に似た舞台を用いれば、コピーになってしまう。視点が違えば、役者と舞台が同じであっても、異なる映像を見せることができる。視点にこそ作者のオリジナリティーがあると言っても過言ではない。自分の視点を磨くには、自然を意識して観察する。それを描写する練習をするのが良い。<laughs> 文章を絵でスケッチすることである。自然を見るな、見ろ、自然を見ろというのは、映画や漫画などの人工の創作物を見るなという意味だ。 創作物には他者の視点が入っているため、広い自由の視野の確保が阻害される。狭いところから見る癖がつくと、細かいものに焦点が合い、ミクな観察眼が養われる。オタクの目であるけれど、創作者としてはスケール、可能性が小さくなる。僕は写真が撮るのが好きだ。小説の訓練になると感じている。どこへレンズを向けるか、シャッターを押すかという選択がある写真の技術であり、 文章を書く技術と基本的に同じだからだ。この場合、人が写撮った写真をいくら鑑賞しても自分の技は磨けない。小説に限らず、他の芸術であっても自分で創作する場合はプラスになるが、見たり読んだり聞いたりすることでは得られないという理屈になる。抽象的に言えばアウトプットするほど上達する。インプットでは太るばかりで身は重くなり、動きが鈍くなる。とにかく自分の目で見ること。自分の 見たものを自分の頭で処理すること。創作の独占性,性とはこれに尽きる。他者が見、の目が見た録画を見せられるのではなく、他者の頭が考えた言葉を鵜のみにするのでもない。社会の常識にとらわれてはいけない。そういった間接的な情報はべて疑ってかかり、自分の理屈で処理し直す。こういった姿勢がオリジナルって読み出すのだが、自然にこれができるかどうかはその人間が育った環境によるだろう。 ドアが閉まった時の音はバタンだろうかそう聞こえる人はバタンがド,とドアが閉まったと書くだろう星空はなぜ綺麗なのだろうか子供の時にそう教えられたからか子供は可愛いものだろうかそれは自分から発想したこと,となのかいつどこでそう思ったのか他者が発した言葉が自分の目や耳や頭に焼き付いている。できるだけこ,これを取り除き、クリアにして、綺麗なレンズで現実を見たいものだ。 本当に自分の目で見ることは冒険あるいは挑戦である。とにかく文章を書き始めてみよう。事前に考えておかなければ書けないようじゃこの仕事は続かないだろう。創作というのは、ジャーナリズムのように取材で調査したものをアウトプットするのではない。何もないところから捏造するのである。いきなり書く。書きながら頭に思い浮かぶものを文章に落せす。 写生のように目の前にシーンが展開するのを見ながら書くわけではないが、頭に思い浮かぶシーンを書くという意味では近い感覚である。これは映像発想タイプの小説家と文章発想タイプの小説家で分かれる。今述べたのは前者の手法である。校舎については経験がないので書けない。文章や言葉で物を考える人は後者のタイプになるが、それにしたって頭に思い浮かぶ文章をただ手先の動きを通してインプット、アウトプットするだけである。 文章を文章にするのならばより簡単だろう。映像から落とすというのは文字通り解像度が落ちるわけで思い描いているうちのほんの一部しかアウトプットしかできない。頭の中でどんどん映像が展開され先へ先へ進む。それに比べてキーボードを打つ指の速度には限界がある。だから時々タイムをかけて待ってもらうしかない。ゆっくりと書くことはできない。早く早くと急かされて書くのだ。 小説全般に言えるかわからないが、ミステリーなどでは、下手になる発想がいくつか必要で、準備しておく書き方が一般的なようである。僕がそ,そうではないが、聞いた話ではそうらしい。ネタ帳を作り、思いついたアイデアを書き留めておく。それを執筆の時に使うという手法である。これはパーツをあらかじめ用意し、それを利用したものを作るというやり方,やり方だ。それに近いことを試した経験もある。うまくいかなかった。ネタがあらかじめ存在すると、 書いているときにそれらに拘束される。これらを使わなければならないという観念にとらわれてしまう。使いたいネタがあったとしても <coughs>、緩やかに考え、全部を使うと思わない方が良い。ネタに関してはもったいないなんて気にしないことだ。無駄を出し贅沢であるべきだと思う。書いているときにその作品世界の空間が広がり、時間が流れる。その中における自然を尊重すべきである。 その自然性が読者に与えるリアルさになる。ネタというのはトリックばかりではない。こんなキャラクター、言い回し、比喩、会話などなど、ほんのちょっとしたことまで小さなパーツとして小説の中に散らばめられている。執筆以外の時間に思いついたらメモをしておかないと思い出書くときに思い出せないという不安を持つ人が多い。忘れてしまうことが恐怖なのだろう。僕はそう考えていない。忘れるものはそれだけの理由がある。 自分では素晴らしいと感じても忘れてしまうことがあって、素晴らしさだけが印象として残るから思い出せないことが腹立た,た,たしくもったいないと感じてしまう。だがここでも創作が贅沢であるべきだ。もったいないものをどれだけ捨てられるか、良いネタを大盤振る舞いで消費浪費できるかが作品のレベルを高める。使いたいネタがしっくり来ないと少しでも感じれば清く捨てよう。忘れてしまうようなものはそもそも印象が薄い証拠である。忘れたままにする方が得策だ。 こんな理由から僕はメモを一切取らない。ネタ帳はない。事前に作品の構想を考えることはある。細かい表現、シーンについてもあれこれ思い浮かべることは頻繁にある。それをその場でメモとしてアウトプットしてしまうと発想は終わってしまう。頭の中に入れたままにしておいた方が育つ。もっと形を変えて適格なタイミングで思い浮かぶかもしれない。無理にこれを使おうと自分に貸さないことである。 会話に現れる痺れるようなフレーズとは、これを喋ろうと待ち構えていたものではない。流れの中でふと思いついて自然に出るから考えるの執筆においても考えていたものをいつ使おうかなどと考えていっては自然な会話にはならないだろう。<laughs> 小説の特徴的なものにこの会話がある。それは物語の中で登場人物たちが交わす言葉である。小説ファンの中には会話の部分しか読まないというツアー者もいる。 会話は大きな魅力の一つである。<laughs> 僕がこれを特に感じるのは、彼 <coughs> のしっの小説や映画だった。洒落た会話が売りになっている。力を入れているのがよくわかる。日本の多くの小説はこの魅力に欠けていると思った。どうも説明的な話しかしない。え、何のこと言ってるんだというセリフが出てこない。会話はもっとわかりにくくスリングリングなものだ。わからないから注意を吹く効果もある。 日本のテレビドラマになると目も当てらないほどつまらないセリフばかりだ。どうしてこんな風になってしまったのだろう。会話の中で説明するということが良しとされたからかもしれない。会話を聞いているうちに視聴者や読者に状況がわかり、その登場人物がどんな人間かわかるというのがうまい描き方だと吹聴調されたのではないか。そういう技術はあるだろうけれども、それでリアルさや魅力を失われては元も子も,もない。 会話を生き生きと書くためには、そこで登場している人物たち、それたちになりきることに尽きる。どんな履歴を持ち、今どんな状況で相手をどう思い、何を考えながら話しているのか、といったことを思い描くことは基本であるが、さらに大切なのは流れだろう。現実の会話も流れに従っている。ふとこと説明するようなことはない。親しい間柄になればなるほどどんどん省略される。 小説では読者に通じなければならないので、多少の天然さが必要な例外はあるものの、それでもとにかく切れるだけ切ってちょうど良いぐらいだと思う。それぞれの人物になりきると、会話が途切れたり、別の話題に飛んだり、口にしたものをす,ののすぐに後悔したり、嘘をついたり、言い間違えたりする。人物にな,らなりきらず、客観的な監督や脚本家の立場で書くと、そういうリアルさが出にくい。 下手な会話シーンというのは作者が一人で問答をしている結果で、とても別の個人同士が言葉を交わしているとは感じられない。まるで片方が悩み相談のカウンセラーかインタビュアーか最後持ちのようだ。実際の会話は一つの話題の時もそれぞれ別々のことを考えている。人間は常に勝手に考えるという特性を持っている。それを素直に表現するだけで自然にキャラクターの個性が滲み出る。読み手に生きていると感じさせることができる。会話だけではない。 考えているからこそ行動や仕草に出る。関係のないことを突然したり、勘違いをしたり、忘れたり、失敗したりする。普通の人が突然するこれらの無関係で無駄な行為が生きている証拠でもある。ストーリーを説明するために動いている役者ではあるけれど、そう見せないことが小説家の技量と言える。<laughs> シーンを描くには場が必要である。実際に知っているところ、見たとことがある場所を使うのが徹底取る場合。 これがロケである。そうでなければ、自分の頭の中で大道具を組み立てなければならない。室内とは限らない。どんな風景が広がっているのか、どの方角に何が見えるのか、そういう場を設定しなければならない。場とともに決める必要があるのは時である。いつなのかということ。これが他の要素にも大いに影響する。先に挙げた場にも、次に述べる人にも時は関わる。 場も人も時とともに変化する。どんな歴史を背負いどの、そのうちのどの時点が今なのか、ということを明確にし意識しないと世界が成立しない。<laughs> そこに登場する人がいる。人物が登場しない小説もあり得るが、何らかの個体が登場するはずだ。なぜならそこに視点や思考が生じるからである。神の視点でさえ神という登場人物を立たせている。人物の造形は小説にとって重要だ。 多くの読者がここに強い関心を示すからだ。時には読者に気に入られない人物が登場するというだけで作品まで否定されることがある。理不尽だとは思うが商品としてはデメリット、明らかにデメリットとなる。人物を描くことがすなわち文学であるという考え方もある。僕はよくわからない。 小説にリアルな人物を登場させると、読者の感情移入の,移入の妨げにならないという利点はある。あまりにリアルではかえってつまらない。現実の多く,多くは平均的には小説よりも木ではないから人物が特殊じゃなくても設定が特殊ならば面白くなる。ある程度の非現実感を伴わない小説はない。現実の中に非現実を紛れ込ませるか、非現実の中に現実を連想させるか、創作とはこのいずれかだと僕は考えている。 実在の人物をモデルにする手法は一般的だ。僕はこれを一度も知ったことがない。それは厳密な意味でそう考えているだけのことで、名前を使うだけでモデルにしたと目指せる人もいるだろう。世の中には大勢の人間がいてバラエティに富んでいる。サンプルはよりどり緑だ。周囲をちょっと観察するだけで活用できる。 盗撮や盗聴などしなくても周囲にいる人々はいつも数々の行動をし、仕草を見せる。観察は無料なのだ。しかしここでも同じ注意をしなければならない。ドラマや映画や漫画の登場人物にサンプルを求めてはいけない。それは生きている人間ではない。死体を見た時に人がどう反応するのかという現場は現実ではなかなか観察できない。 そうなると映画やドラマをサンプルにするしかないの,だなのはないのかそれは違う。あれは現実ではない。それは、こういう時は自分は死体を見つけたら時どうするだろうと考えるしかない。あの人だったらどうするだろうとさらに想像する。それで十分だ。実際のシーンを見たから書けるわけではないし、見たものを書いた方が面白いわけでもない。ドラマなのでは、大げさに腰を抜かしたり、残酷、吐き,き気を燃やしたりする。 そうする方が印象的で面白いから伝説した結果である。あんなあにパニックになるものかと首をかしげる方が常識的だろう。その登場人物によって違ってくる。小説家が自分の想像力で全てを作り上げることが創作なのだ。場ととキと人が決まれば書き始められる。書き始められる。<laughs> 思い出がたシーンを文章に落とす。少し先のストーリーぐらいは想像しながら書いた方がよい。 こんなに、こんなストーリーにしたいという枠があれば少しずつ話を持っていく。無理をすると不自然になるのでこだわらない方が良い。執筆の過程で思いついたアイデアを優先し、アドリブを尊重する。書き進め、進められるはずである。書き始めを印象的にしようとな、な悩むと始められないので、後で修正することにして、とにかく書き進めを。ここが問題とか、 うまく書けないと感じたら飛ばして先に進む。難しいのは終わり方である。小説のラストはかなり難しいと思う。一番難しいのは最初にタイトルを決めることで次に難しいのがこの最後の一文だろう。こだわらなければ別に気にしなくてもよい。終わり方に決まるわけがない。苦点が、苦点で終わらなくてもよい。よい何だってありだろう。 書いている途中では自分が退屈しないことが大事で、退屈しそうになったら面白いことを考えてそれを書く。そう、こうしておけば読者も眠くならずに読んでくれるに違いない。退屈だなと感じたら、その時背後から迫り来るものがあった、などと書いてみる。書いてから何が迫り来るのだろう、と考えればよい、まあ。まさに成り行きである。面白いストーリーというのはこのような流れの中で生み出される。だからこそ臨場感がある。書いている本人が臨場感を抱く必要がある。 同時に小説家は常に読者がどう読むのかという視点を持たなければならない。舞台を作る人間は客席の視点を常に意識している。文章に落とす行為がその視点への伝達なのだ。ここまでで小説が施策でき上が,がったことになる。<laughs> 書くことがいかに自然かを実感することが重要だ。ここで難しいと思っているようでは先が思いやられる。この仕事には向かないかもしれない。 書いたものが他者にとって価値があるかということである。他者にとって価値がなければ商品にならない。この意識が書いている時に頭にあっただろうか。読者の視点を意識した,ろしただろうか。自分の満足のために書くのではない。他者を満足させるために自分を犠牲にして書くのがプロ,プロの物書きである。今度はじっくりとこのような視点に立って書いたものを読み直す。最初はそれなりに楽しんで望まないと最後まで書けない。 一通り駆け上げたら他者の目で見直す。自分を抑制し、人の理解を第一優先する。僕の場合はこの手直しに、疾別と同じ時間を要する。この段階の作業の苦痛を伴う。自分を抑えることは楽しくない。他者のためにするタイプは完全な労働だ。しかし、ここからが本当の仕事だと諦めるしかない。苦労しなければビジネスでない。少し書くたびに、すぐ手直しをする必要はない。しない方がよい。 そんな手直しをしていると作品進まない。一気に最後まで書くべきだ。最後まで書かなければ全体像が見えない。バランスを取るにはまず全体が一応の完成形を取らなければならないのだ。例えば一章だけを書いて手直しても無駄が多い。一気に書き上げたばかりの無修正の原稿を他人に見せるのは良いことだと思う。これも最後にまで書き上げたものに限る。作品の一部を見せてはいけない。手直しをする前に見せて意見を取り入れる。 手直しでは他者のサービスに徹するのだから当然のことである。ただし大勢に見せると収集がつかなくなる。あまりに多くの意見に従うとすると作品は丸くとなりすぎてつまらないものになる。どんな傑作であっても最低だと酷評することがいることを忘れてはいけない。どんな作品も全ての読者を満足させることはできない。尖れば細くなるし、広く,な広くすれば鈍くなる。鋭利な刃物を研ぐのか、鈍器としても持ち力を込めるのかは作者の選択となる。 書き終えた時に大事なのはすぐ次の作品に頭を切り替えることである。書いてしまった作品は過去のものだ。どまっている意味はない。その作品に対する反響に耳を傾ける姿勢は必要だが、直すことはできない。書いたものを書かなかったことにすることもできない。反省点があるとしたらこれから書く作品に活かす意外ない。僕がデビューした頃には、本になって作品が読者の手に届くのは書いてから1年以上経過したとだった。 大抵の場合、4作か5作ぐらい昔の作品に対する感想をもらった。タイムカプセルを開けて開けているような気分になった。そんな作品を書いたけど懐かしい感じが強く、褒められてもけなされても微笑むしかなかった。ニーズ音に応えるためにはそれくらい未来を見せる必要があるということだ。どんなものが望まれるのか早めに感じることがメーカーにとって重要である。これは主として何が新しいか、何が古いかを尋問することだと思われる。 読者からさ,賛されるる。部分が古いものであったりする作家は読者よりも先に気づくただすぐ対処するのか古いと分かっていながらしばらくそれを続けるのは状況次第戦略の時である僕の場合一作を書いている期間は長くても23週間と一日にせいぜい2時間ぐらいしか書けないこの期間は小説は読まないし映画も見ない 何もしない時間が必要だと感じるためだが、別にあれこれ考えているわけではない。ふと思いつくことはある。一番良いのは散歩やドライブ、手を動かして何かを作ったりといった、比較的余興のない平坦な時間だと思われる。読書家は暇を惜しんで読書をする。いつも本を持っている。文字通り暇を潰す行為であるけれども、 創作期間中はできる限り暇を潰さない方が良いだろう。頭は外から刺激があれば、それについてしか考えない。リラックスしていれば、ちゃんと自分から圧倒する。僕は執筆期間中でもパソコンから離れると、どんな小説を書いているか忘れてしまう。思い出すのに20秒ぐらいかかる。だから作品について考えているということは、見かけ上はない。それ以外のことを考える。 執筆作業に戻ると関係のなかった発想は次々と結びつく。これに近いのは夢を見る行為だろう。夢は寝る前にテーマを決めているわけではない。起きた時には覚えていて、ああ、これは使えるなということは多々ある。夢をとても丁寧に見るようにしている。起きる時も忘れないように慎重にゆっくりと目を開ける。夢から得た発想は実に多い。起きている時にも耳心地になれれば素敵だ。酔っていてはダメである。 一作の出発を終えると他の芸術に触れたくなる。アウトをプットしたまま植えるのだろう。他者の目を通すなと書いたけど、優れた才能に出会うことは美味しいものを食べるのと同じで基本的な欲望と言える。お腹がいっぱいになると自分で料理を作る気がしなくなる。物を作る時には少しハングリーな方がコンディションとは言う人が良い。こう言ってコンディションをコントロールできるようになればプロとして有利である。 僕が一番時間をかけるのはタイトルだ。作品のタイトルを考え始め決定するまでに3ヶ月半から半年ぐらいかかる。タイトルさえ決まれば半分以上を書いても同然と思える。<laughs> これ、しかしこれですというルールはない。ひたすら考える。納得がいくまで決めないことにしてる。タイトルが決まらない状態で小説を書き始めることはない。後で決めればよいというふうには考えない。 本文ができてしまった後にタイトルをつけるなんて無理な話だ。タイトルをきか決めれば、それに相ふさわしい小説が書ける。その反対は極めて困難だと少なくとも僕は思う。<laughs> 小説の書き方を教えてくれる人がいたとしたら、僕の書き方とは違うタイプの小説で違う方法だろう。そちらでは僕が小説家になれなかったことは確かゃ。 小説家になりたいと願っている人がいたら、あなたはもう小説家だ。なりたいならばもう作品も出来上がっているはずである。なりたいけど作品を書いていないという状況は滅多なことではあり得ない。宇宙へ行きたいが実現していないというのならばはあり得る。小説の執筆は宇宙に行くよりもはるかに容いだ。他人の協力も準備も訓練も必要はない。 書き方がわからないというのは書きたくないとの同じことだ。そういう人は小説家気分や気取り、小説家気取りしたいだけで小説家になりたいのではない。別の仕事をして読者として小説を楽しむことをお勧めする。10代,10代前半というような若い人は小説世界を構築するためのデータが不足しているかもしれない。でも書けないなんてことは絶対ない。書ける範囲で書けばいいのだが、背伸びがしたいもの。 どうしても他の創作から得た疑似体験を書いてしまう。これはオリジナルではない。それでも書いているうちに何かが生まれると思う。書かないよりは発想に巡りあるだろう。読書をする人は多数読むことを誇りにする癖があるけれども、無意味だと思う。大切なのは読んでいる時に頭に思い描くイメージの情報量であって、目がなぞった文字数ではない。速読などはナンセンスだ。 時間をかけてゆっくり読んだ方がイメージが膨らみ創作に役に立つ一番大切なもの本質が見受け、失われている大切にゆっくり読んでリズムのまま自分の創作に切り替えてはどうか小説書いた道は書くこと以外にない 何が言いたいかもどう書けばいいのかもどうだってよい。何でもありだしどうやっても、どうやってもいいから、とにかく書く。書くことで何が得られるかなど二度次だ得ること。得られることもあれば失うこともある。ビジネスとして書くならば、原稿料なら印税が得られる状況を目指すけれども、それは書いている最中の意識にはない。自分の世界を作り、その中で見たものを素直に記すだけである。書いた文章は少しずつ集まって何者かを気づくだろう。 幸運ならば自分以外の人に自分の一部が伝わるかもしれない。そ、そしてそれらはいつまでも残る。書いた人間よりも未来まで残る可能性を持っている。それだけで十分ではないか。あと書き。小学生の時に漫画の書き方という本を読んだ。インクとペンを使い、剣道紙に書店のサイズの枠を引き、絶賛、人物の表情、小回り、 死を点結のプロット、そして出版社に投稿し、編集者の意見を聞くといったことに至るまで、ノウハウと言えることが解説されていた。この本を読んでいくつか発見があったし、例えばスクリーントーンの存在など、新鮮な夢を将来の体質を冠した。事実何年かのうち漫画を書くようになっていた。小説の書き方という本は、お目にかかったことがない。存在すると思う。関心がなかったからだ。 漫画のように技術的なノウハウは小説にはほとんどない一。一度でも小説を読み、どんなものかを知っていれば大半の人に小説が書けるだろう。小説を読まない人でさえ書いてみようと思うことは珍しくない。小説は僕が子供の頃に比べるとマイナーになってしまった。でも一度も読んだことない人は非常に少ないはずだ。最後まで読まなかったとしても読み始めぐらいはあるだろう。 国語の教科書にも小説は登場するから、馴染みがないという存在ではない。おまけに学校では作文を書かされる。普通は経験を書くのだが、お話を書けていう作文もあるのではないか。詩を書けて言われる場合もある。良い詩とはどんなものか子供にはわからない。小説だとあってそうだ。 良い小説とは何かというのはお歌になってもわからない。文学賞を受賞した作品を読んでも何が違うのか明確ではない。自分にとって楽しかった考えさせられたという影響の大きさみたいなもので読む価値があるということを自然に覚える。そうなる前に文字,と文字を追う時間と労力が無駄だと判断する人も多く、そちらの方が多数だろう。 僕がそれほど小説を読まない。フィクションよりもノーフィクションを読む。研究のために技術書は学術書を読むし、趣味のために雑誌、洋雑誌を購読している。毎日文字を読んでるけれども、子供の頃に読めなかったものが読めるのが素直に嬉しいという単純な充実感もある。屋外に出て行くより、旅行するより、部屋にこもった本を読んでいる時間の方が、僕には健康的である。コーヒーを飲みながら、音楽を聴きながら読書を楽しむ。 最初の自分の本はコンピュータ関係の技術書だった。小説家としてデビューする以前に専門分野で10冊著作があった。自分の本に対する愛着がなく、人にあげたこともなければ本棚に置くこともない。家のどこかにあると思うけれども見つからない。自分の頭から出したものは自分の一部であって頭にあるものの本が本体っただから価値はあまりない。<laughs> 書き終わった時感じることは説明不足と誤解の危険性を伴う不満であり、それとバランスするのはスポーツの汗と同じく達成感というささやかな満足のみ。辛いのは書いている最中に自分が変化するため書き終わったときには書いたことがずれていることだ。本の始めと最後でもタイムラグがあって表現したいものが違っている。 変化は成長だと錯覚するけれど、劣化が見せる幻想かもしれない。とにかく自分に素直になろうとすれば、もう一度書き直そうということになる。だから書くことは仕方なく変化を見送ることだ。一旦見かけ上止まること。切り取ると言えば綺麗だが、書いてる間は生きてる心地がしない。一体どうして書くのだろうか書くものによって目的があり、目指すものも違い、対象とする方向性も別々であるけれども、 アウトスプットすることの苦い快感が生きていることと同値であるという他は説明のようのないように思っている。逆に生きている心地がしない生からの遠い人も解釈できる。書いている間息を止めていて書き終わったら生き返るみたいな感じか。性感を味わいたいという無邪気さではないかだ,ろだろうか。書くことは格好の悪いことだと考えている。格好悪いけれども書く。書かない方が格好いいのに気がつくと書いている。かいところを書く、そんな反応かもしれない。 小説を書くことは楽しみではない、趣味ではない。文章を書くことは嫌いではないけれども、小説の執筆が一番つまらない。才能があるとは信じられないし、とんでもなくひどい小説が世の中で人気を博しているのも不思議に思う。自分は人間として生きる才能があるとは思えないし、僕よりひどい人間も生きているわけで、人間は本当に不思議だ。素晴らしい才能によって書かれた小説があり、素晴らしい人間が確かにいることだけがわずかな救いだ。小説とは何だろう 人間の思考、生き方、感情のポイントなのではないか。つまり、そこにあるよって指さすものだ。指の先にあるのは教訓かもしれない。教訓のように簡単には言葉にできないものでも小説は指さすことができる。ついそちらを皆が見つめる。視線の先に素晴らしいものがあれば素敵だ。なければ、もう誰の指の先も見たくなくなるかもしれない。それよりは指を刺された方向に素直に視線を向ける人間の方が幸せではないだろうか。 僕が今言いを指を刺す側の人間だからそう考えるだけのことかもしれない。